危ない。将軍です。運戦の鱗、倒すより他はないようだ。これも音の力だ。くらえ、行こう。どうした、ここに。これでどう。行くぞ。これも音の力だ。響け。待ってたぞ。恐れなし。これでどうだ。ついさん、残像が多い。食い止める役が必要だ。皆の者、頻道に任せろ。この程度頻道にとって刺した。無情の詐欺がこんなところに。道が断たれたか。脅迫者、烈空の最後の砲撃指示を頼む。道を切り開いてくれ。
残像が多い。烈空はあと一発しか撃てないというのに。いやいや、なぜ。名式が召喚する残像が途絶えないのであれば、誰かが砲撃位置周辺を掃討しなければなりません。その役目、私に任せてください。名式の打倒は私たちの将軍が犠牲を嫌う優しい方だということも知っています。ですが、ここにはこうして名式を倒す希望が揃っている。長年の悲願を叶える機会がようやくやってきたのです。私はこれを逃す。お前の言う通りだ。これまで皆さんの強い擁白者さん、その思い、擁白者、砲撃の指示を頼む。ここは私が、もう奴らの好き勝手にはさせません。そちらはお願いします。こんな場所に月が。一体。無感謝だと。奴の周波数まで組み直せるというのか。が無感謝の周波数を吸収し、新たな化け物を作り出したというのか。まるで万刀の戦いの時のように。
響け。これも音の力だ。予期の剣術だとふざけやがって。どこにてうがっ。どうした。これでどう。行くぞ。これも音の力だ。待ってた。ヤツの遠距離攻撃に気をつけろ。うまく回避するんだ。脅迫者、気づいたか。ヤツらの攻撃、明らかに月を避けている。つまりあの月こそヤツの急所だ。勢いが弱まった。ここは俺が食い止める。お前は木を見てコアを攻撃するんだ。まさか俺の流走まで再現するとはな。火を待つのみ。これも音の力だ。これも音の力だ。しまった。影に溶ける。行こう。行こう。逃がさない。これも音の力だ。危ない。これでどうだ。溶ける。これからだ。油断した。これでどう。
矛にてうがつ。未来のた、これも音の力だ。これでどうだ。影に溶ける。消え去れ。これでどうだ。反撃の時だ。これも音の力だ。これからだ。未来のために。油断した。よくおき。これでどうだ。これも音の力だ。やり、火を待つのみ。交代はしない。行こう。逃がさない。ギャップ。はい。あ、くんくん。前回の続きから。押し寄せる残像をたった一人で食い止める羽毛の髪の少女。少女に危機が迫る時。重なる雲の切れ間から光こうたる光の柱が差し込んだ。もやも残像もなぎ払う光の柱。そして光に当てられた巨像から現れる二つの人影。漂白者と紀炎将軍。二人の歩みは巨岩を崩落させ、無双戦士の野望は破綻した。よどんだ闘争の空気が一掃され、陛下も病んだ。ことの成否はいつだって天意でなく人の営みによるものだ。一時の失意はあれど、局面を打開しようとする者はいる。かつて星々の降る野原に竜の怒号を聞いた。今はそれに比類する凱歌が響き渡る。この先どうなることやら。だがそれを語るにはまだ早い。